心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は襟合わせに続いて伊達襟の工作をしていこうと思います。伊達襟工作です。伊達襟、ほんの少ししか見えてないけど役割って何？どんな風に見えるの？というところ研究していきましょう。それでは行っちゃうよ。まずこのお着物自体はパステルの水色、優しいお着物です。静止画にもあったように黄色のちりめんの伊達襟と、これはリンズの薄手の伊達襟でも色は濃いめのブラウン、この2本の伊達襟、ごくごくスタンダードです。パールやビジューがついているわけではなく、普通に縫い付けてあるタイプです。もちろん縫い付けなくても構わないです。今回は前から見える範囲のことをお話ししていきたいと思います。今現在ここにある茶色のリンズの伊達襟、これこの幅はほぼほぼ5ミリの幅がございます。しかも色はこのブラウン、しっかりしたブラウンだと随分きちんと全部こうはっきり見えてきますよね。5ミリあると随分パワーを感じます。しかも白襟である、白襟はこの部分ほぼほぼ3センチの空きの襟、黄色のちりめんの伊達襟も同じ幅で同じ置物です。ちょっと静止画で比べてみてください。ブラウンの濃いめの色と明るい黄色の色だと印象も違って見えます。そしてこれは5ミリ空いているものです。3ミリと比べてみてください。パワーはどうでしょうか。濃いブラウンの色だとたとえ3ミリでもかなりしっかりと綺麗にシャープな襟の流れが出てきていませんか。5ミリになると少しパワーがアップですね。比べてみてみてくださいね。さて3ミリに作り直してみましたよ。違いはたったの2ミリですが、ここのシャープさ、少し控えめになっていながらもこの濃い色だとしっかりとやはりその役割は果たしています。襟の形がストレートなのか丸みを帯びているのか、そんなところまでもわかるということですね。たとえ細い3ミリにしても5ミリにしても濃い色を持ってきたら、しっかりと襟の形、襟のデザインが分かりやすくなるというわけなんです。それでは、黄色の明るい色だったらどうなんでしょうか。黄色の伊達襟、しかもふっくらとしたちりめんに掛け替えてみました。ここで5ミリと3ミリの違いをしていってみましょうね。まず最初に3ミリ、シャープなラインを作っていきたい。ブラウンとはちょっと違う明るいお色。色のトーンで言ったら、きっとこのベースの水色の明るいお着物と似たようなトーンですね。襟の形は普段私がやっているような形。少し白襟の分、襟の見え方を減らしているので、いつもよりもシャープな襟ができるかもしれませんね。こんな感じです。だいぶブラウンの濃いめの色を使った時とは違うと思います。このように明るい
トーンがお着物とあまり変わらない感じの縦襟を使っていくとこんな効果があります。ではこれを襟を引いて縦襟の場所は同じまま5ミリ出していく、そんな風にしてみましょうか。少し存在感が出てきましたね。5ミリ出すことによって少しパワーが上がったと思いませんか？縦襟は襟元を華やかに演出する、そんな効果はもちろん十分あると思いますが、襟の形、あなたがデザインした襟の形をさらに際立たせてくれるという効果もあります。色使いでももちろん、伊達襟の幅でも、そして今回は3センチにしましたが、もしこれを刺繍襟と同じように少し広めに持っていき、ゴージャスに出していく、そうした場合も少し豪華な襟元を作っていく。豪華な刺繍襟がある時なんかはそんな風にしてあげたいですよね。そんな風にした時にその襟の形をさらに分かりやすくしてくれる、あなたの作ったデザインした襟の形をさらに分かりやすく縁取ってくれる効果もあるわけです。ですからただまっすぐに綺麗に全部整っていればいいかなというだけでなく、その伊達襟の材質や伊達襟の持つ持ち味ですね、色、材質などによって風合いも変わりますし、大事なのは襟の形。刺繍襟だとなお一層目立つことになりますよね。それも考えて伊達襟の幅、こだわってみてください。今日は前から見た襟だけについてお話をしました。でも実際は後ろから来るこの部分も大事なところですよね。そうだと思います。後ろの襟の形、これによっても随分変わってくると思います。なのでここにどんな風に伊達襟を出して演出していったらいいのかなというところのお話は、この続きはできたらオンラインサロンでもっと深く掘り下げて、襟の形とともに縦襟を研究してみたいと思っています。今日はお嬢様に前から拝見した時の縦襟の太さ、材質、色などについて考察したよ。どうだった？自分の仕事を見直す時も、この細い細い控えめな縦襟だけどすごい主張してるってことよくわかった？ぜひそこも意識して練習しながら振袖の着付けをデザインしていこう。というわけで今日はここまで。皆さんに元気注入しますよ。いくよ、いい？元気注入。チャンネル登録よろしくね。オンラインサロンは6月末まで4期生です。